書いてありますが、私も6代目の江戸っ子でございます。人情の魅力ですね。ぜひこの江戸の下町の江戸がですね、またいい町なんだ、あったかい町なんだっていうのをですね、北海道の会や福島の人たちにね、分かっていただきたいなと思いました。ぜひぜひ、その苦い顔しないでね、一つよろしくお願いします。まあ、福島の回し物ではございませんが、ちょっと気になったことがあったので言わせていただきました。さあ、時間稼ぎのいいところで行きましょうか。おめでとう。行けますか。さあさあ、にぎやかに行きます。乾杯。よさこいじゃ、よさこいじゃ。